さあ、これをもちましてビーズステージ、終了ということ。まだです、まだです。まだちょっと待って、帰らないで。嘘ですよ。あ、キッズエリアの新井ちゃん、久しぶりだ。はい、今日はエアーキッズエリアでお送りしておりますけど、キッズエリアないの今日は。はい、なんで皆さん残っていってくださいね。まだこれで終わりじゃないんで。なるほどね、はい、ここ開けないように楽しんでいってください、ね、お願いします。キッズエリアがないから、はい、前取ったからには最後まで楽しんでいきましょう。キッズ、はい。そうやね、そうですよ、そうやね、そうですよ。あの、学校行ってないキッズおったら前に来てもらってもいいよ。ぜひぜひぜひ楽しんでいってください。さあ、ビーズガールズの皆さんはこの後球場の中でもパフォーマンスをしてくださるのでね、ぜひ、はい、帰らなくてもまだ見れます。ほんまになんかこう BGM まで終わりのような感じがもうね、ねえねえ、じゃあブルーベルありがとう。いやさあみんな、ブルーとベルがやってきますよ。もうちょっと、はい、ね、残って最後まで見ていきましょう。はい、じゃあ、ベル君ベルちゃん、皆さん一緒に大きな声で呼び込んであげてください、はい、せーので、ブル君ベルちゃんでいきますよ。せーの、ブル君ベルちゃん、イエーイ、おひさん、おひさん、イエーイ。踊らない、今日は踊らない、踊らない、踊らない、今日は踊らないみたい。調整中、あ、踊ってくれるの。どっ、じゃあ踊ろっか、踊ろう踊ろう。すごいね、踊らないと見せて踊ると見せて踊らないと見せて踊るっていうね。ナイス段取りで、はい、さあ皆さんもうご存知だと思いますが、じゃあ久々に匠に紹介してあげて、はい、改めてご紹介させていただきましょう。皆さんから向かって、左手にいるのは、いつも元気でパワフルなお兄ちゃん、バファローブル君です。バファローブル、イエーイ。今シーズンもパワフルに応援してくれます。そしてその隣にいるのが、いつも笑顔なキュートな勝利の女神、笑顔なキュートな笑顔がキュートな、はい、迷いなく言います、笑顔がキュートな勝利の女神です。はい、バファローベルちゃんです。ベルちゃん、はい、イエーイ。今シーズンもいっぱい勝利を、鐘を鳴らしてくれると思います。さあ、2人は今日はゴールドじゃないんだね。まだ違うの、まだ笑ってないの。え、帰ろうかって。ごめん、はい、ベルでした。ちょっと自分らこの開幕に向けてちゃんと調整してた、太ってないか。俺4キロ、竹見8キロ増量してん。ひどない、8キロ増量。アジサイスタジアムに行ってしまいます。もう一回、もう一回宮崎。そんなこと言わずに。ね、2人もね、あの、宮崎行ってたんだよね。ね、どうやった、美味しいもんばっかり食べて2人も。太ってるのと違いますか、太った人。それは言えませんけども。ちゃんと体重キープできた人。お、ブルーは偉いなぁ。キープした、ね、あ、ベル。ベルちゃんね、太ったり痩せたり、太ったり痩せたり、女の子はね、大変なんですよ。ああ、太ったり痩せたりと。女はみんなそう言うよね。ね、女の子はね、いろいろ事情があるからね。そう。はい。なんか自分太ったらぽっちゃりが可愛いとか言い出してさ。で、自分痩せたらやっぱりスレンダーの方がいいとか言い出して。いや、ぽっちゃりが今ブームなんですよ。キャンキャンでもぽっちゃりモデルとか出てますし。そうする？もうあの、ビースガールズもみんなぽっちゃりばっかり集めるとか。ゼロ。新しいですね。ねえ。いや、健康的でいいじゃないですか。はい。はい、さあ、じゃあ今日はこの4人と、はい、今日はそして4人と新井ちゃんで何をしましょう、はい、今日はクイズ大会をします。今日はこれもオープン戦ということで、はい、でもね、平日これだけ集まってくださってる方ということはクイズ
叶えられるでしょう。めっちゃマニアックやと思う、ね、そんな問題も出していきます。ものすごいマニアックで、うん、じゃあまず1問目早速いきましょうか、はい、まずはちょっと手慣らしということで、はい、ブル君の好きな食べ物は何でしょう。ブル君の好きな食べ物分かった人は手を挙げてください。おっとおっと、皆さんちょっと分かってるけどちょっと恥ずかしい、遠慮がちですね。じゃあ、あれやね、あれやね、あのお弁当に詰めるやつね。そうそうそう、今ジェスチャー、ジェスチャー、ね、今お弁当に詰める、何かを作ってます。そう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 、分かった、分かったかな、ギュッとして、分かったかな、ね、チャプチェ、いやいやいや違う、韓国料理ではございません。違う、はい、じゃあなんかな、もう分かったかな、分かったかな、ブル君に教えてもらいましょう。あ、じゃあ、あの女の子分かったみたい。じゃあブル君ちょっと行こうか、連れて行こうか。よし、じゃあ一緒にステージまで行きましょう。はい、はい、階段気をつけて歩いてね。あら、ピンクが可愛らしい、はい、ベルちゃんとお揃い、お揃い、はい、お名前は、はい、はい、ちょっとそこもね、女の子の事情で内緒ということで、はい、それじゃあ答えてもらいましょう。ブル君の好きな食べ物は何ですか。おにぎり。おにぎり、正解は、あ、正解、ということで、はい、2015年1号じゃないこれ。そうですね、第1号の冷蔵庫には貼らないでね、ステッカー、はい、目指すところに貼っちゃってね、ステッカー、はい、おめでとうございます、はい、さあさあどんどん参りましょう。はい、2問目は、じゃあ次どうしようかな。今シーズンのキャッチフレーズは何でしょうか。それは分かるよ、だってこんな金曜日のオープン戦に来てはんねんで、それはもう分かるでしょう。確かめましょう。分かりそう。あれ、お寒いからみんなポケットから手出したくないとかそういう理由ですか。本当に分からないですか。分かってますよね。じゃあ、ま、あの分かってるけど手を挙げるのが恥ずかしい人で、恥ずかしいから挙げないでしょ。まあ、あの大前さん曰く、あれは伊藤星のためのキャッチフレーズで、ほう、あの最初の文字が光軍って書くらしいです。なるほど。ほほーって俺平野さんって言ってた、ああそうきたかみたいな。ヒントです、これ大ヒントですよ、はい、光軍。さあ、この漢字を入れたキャッチフレーズ何でしょうか。何でしょう。わかりそう。あれあれあれ、ちょっともっと簡単にする問題を。そうですね、じゃあこれちょっと保留しよう、保留しましょうか。大人の事情で保留一回置いとこう。分かり次第いつでもここに、うん、あの受付してますんで、はい、はい、いつでも来てください。じゃあこれはどうでしょうか。ベルちゃんの好きな色は何色でしょうか。なんかあれやろ、そのふんふんって言ってたけど、ショックうーんとか、ね、ファッションうーんとか言わなあかんのじゃ。いや、なんかもう見ての通りですとか言ってますけどね。これでね、黒とか言ったらめっちゃ面白いですけど、ね、ベルちゃんの好きな色分かりそう。はい、分かる方分かりそう。もしかしたらシーズン変わって好きな色変わってるかもしれへんし、織姫にしますか。織姫、決して今日のコーディネートにその色が入ってないお姉さんが手を挙げてます。あ、カメラはそれっぽいかな。じゃあ、あの、あ、ブル君が行きますか。はい、迎えに行きましょう。そこの子らしく、はい、じゃあ階段気をつけて。あ、ちょっとここに入ってるね。あ、でもちょっとカバン、うん、そうそう、見てください、カバンについているキャラクターが。あれね、必死に手で押さえてますけど見えてますね。ベルちゃんは見逃さなかった。見逃さないわよ、私じゃない。ブル君そのままもうテントの中に連れて行って、リンちゃんですね、間違いなくリンちゃんですか。ね、でもお姉さん、ベルちゃんも大好きですよね。
ね。じゃあ答えてもらいましょうか、はい、何色かな、はい、ベルちゃんの好きな色は何色でしょうか。チョコピンク。どうですかベルちゃん、正解合ってる。はい正解。ピンク。そうです、ピンクが大好きなんですよね。じゃあブル君からプレゼントしてください。はい、ありがとうございます。ちょっとこれが引きなんでね、あのビリンちゃんの顔にペタペタ貼ってあげたいそのシールを。あ、優しい。キーホルダーにはブル君、ベルちゃん、ベルちゃんがないです。ここにはいっぱい仲間が。本当だ、います。ヤクルトのおっちゃんみたいな。ベルちゃん入ってます、その中。いないですね。いない、はい、バッチリオチも掴んでくれてます。はい、ありがとうございましたね。これを機にベルちゃん、ベル、はい、ベル頑張れ、今日は散々やね、ベル。お姉さんつけてくれるよ、今度家にいっぱいあると。はい、ありがとうございました。正解でした。もう一問ぐらいいけるかな。はい、じゃあ最後の一問、はい、どうしましょう。保留したやつじゃないやつでしょうか。違うやつ、あ、じゃあこれでいきましょうか。オリックスバファローズの新ユニフォームの色は何色でしょう。オリックスバファローズの新ユニフォームの色は何色でしょう。一人消えましたよ、一人ステージからこういなくなったのが大ヒットじゃないですか。これ山吹色。正式名称でお願いします。ベージュだ。あれ、シャンパンホニャララとかいろいろありますね。もう分かった人いらっしゃいます。あ、ブル、ごめんブル。おっとっと。大きい声で言ってみる。はい、金色。大正解。大正解。じゃあ新井ちゃんからプレゼントのステッカーを。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ご家族の方でしょうか、皆さんゴールドのねユニフォームを着てくださって、あのこのゴールのユニフォームを皆さんまとって、うん、あのグラウンドで大撮影会なんかもあるんでね、昨年もありました、さらに一つになろう大撮影会、今年もあります。ぜひこの金色を皆さん身につけて、はい、素敵な写真を収めましょう。今シーズンもブルとベルトは散々やり合うかな、はい、フラフープやったりね、借り物競争やったりね、チームもね、さらに前進してますから、私たちも前進して、昨年できひんかったこと、フラフープとかもね、ちょっと練習して、なになに、これ、そう輝こう、一緒にお湯をと、うん、みんなで言うの、みんなで言おうって、なんで困ってるんですか。ちょっと俺さ、今日初めて来て、はい、まだ見たことがないだよ、今年のやつを。どういう感じで言うかってことですか。そうそう、あ、掛け声が去年は行くぜみたいな感じだった。そうですね、行くぜ。確かに今年はどんな風になってる。平野さんがね、どんな感じでおっしゃるんでしょうね。ね、うん、一応どうなってるの、みんなで言うのは。あのオープン戦前に、あのオフシーズンの間に、うん、あの富さんも来てたと思うんですが、伊藤光選手のトークショーがあった時は、うん、伊藤光選手は、うん、あのみんなで一緒に輝こうっておっしゃってましたけど、うん、で大前さん、あれ一応暫定これにしといて保留ねみたいな言ってたけど、そのままサクサクと決まっていった感じ。まだね、どうなんでしょう。ちょっと保留ですか。みんなで一緒に輝こうなんじゃないですか、やっぱり。みんなで一緒に輝こうでいこうか。これもう暫定ちょっと見切り発車で。はい、見切り発車で。はい、じゃあ行きますよ。行くぜって言った方がいい。そうですね、それ必要ですね。結構大事なとこですね。行くぜって言うから、はい、みんなで一緒に行ったと言ってや。じゃあみんなで、はい。行くよ。行くぜ。ビーザー、ごめん、そうや、そうや、忘れてた。ちょっとちょっと、ドミさんも調整し直しですね、これ。アジサイサイちゃんも行きですよ。ちょっとちょっと。俺さ、もう今年40やで。いや、それ言い訳ですよ、ちょっと。じゃあ今年40なんよ。まだ40ですよ。まだまだですよ。近いよ。歌い始めた時は20代だった僕も、もう40なんだよ。歴史がありますね。もうね、あのキャンプの調整では調整できなくなってきた。わかった、言い訳はいいですよ。行くよ、じゃあ行くぜ、ビーズスピリッツ、みんなで一緒に輝こう。
バファローブルー、そしてバファローベルでした。はい、ありがとうございます。じゃあベル君、ベルちゃん、また球場でね。はい。今シーズンもよろしく、よろしく。やっぱりね、さらに一つになろうが染みついていたのか、ちょっとこそばゆい感じはしますよね。ね、うん、ちょっと言いにくくない、うん、なんかね、なんかいいやん、ね、考えたいですけどね、うん、まあ、それは平野さんにお任せして。そうですね。